どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲーム世帯の中の人、エルザです。今回は復刻したポポについて、現環境でも強く引くべきなのかも解説していきたいと思います。限定ホーズということで回復ができるキャラですが、優れたデバフ解除と攻撃力バフが魅力的なキャラとなっていますよね。ただ環境の変化で強い編成などは以前より変わってきていますので、今の必要性などを考えると判断は難しくなるっていうのがあるかと思います。ということで今回は強みや欠点をはじめ、現在でのポポの無凸無持ちで使用感をまとめていきたいと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず現環境での強みをまとめていきたいと思います。強いポイントとしては3つですね。まずターン開始の回復があるということです。ポポはスキルの発動で厄払いを獲得できますが、この効果があると味方のターン始めに回復をするようになります。このターン始めに回復っていうのが生存力を上げてくれますので、未だに強い性能かなと思います。続いて2つ目はデバフ解除が強いっていうところです。スキルで直接ターゲットをデバフ解除ができるっていうのはもちろんですが、先ほど話したターン始めの回復にもデバフ解除が付与されます。このデバフ解除には回数制限っていうものはありますが、一番の魅力は行動制限中の味方に対してもターン始めで回復し、ターンを無駄にしないっていうことができます。3つ目のポイントはヒーラーとサポの両立ができるっていうところです。ポポに関しては回復の面がかなり強いというのはありますが、攻撃力バフと EP 回復までがありますので、法上ながらある程度一人でこなせるっていうのが嬉しいポイントです。デバフ解除が非常に優れているのは間違いないんですが、マフも相変わらず強い状態というところなので、強みとしては十分なところかなと思います。続いて現環境での欠点についてです。ここがちょっとっていうポイントですね。まず1つ目、攻撃面はさっぱりというところです。ギャラガーと比較すると分かりやすいところなんですが、撃破ダメが出せたりするわけではないため、火力はほぼなしとなってます。攻撃手段は通常攻撃しかありませんので、火力に期待はしないようにしましょう。続いて2つ目は SP 管理は普通というところです。スキルの発動が2ターンに1回という風になっていますので、そこまで SP の節約はできないです。ポポ自身の SP 消費を抑えるためという感じですね。またデバフ解除の回数次第では重ね掛けが必要になりますので、場合によっては燃費が悪いというところがあります。このあたりは一突すると解消される部分になりますが、突をしない場合は燃費は普通というところになりますね。まあ、サポート以外に関しては相変わらずの性能となっていますので、攻撃面に関しては期待はしないというふうにしておきましょう。続いてポポの突についてです。今回は1突、2突、4突、6突を見ていきたいと思います。まず1突に関してですが、厄払いの継続ターンが1ターン増えます。さらに味方の速度も 12% 上がりますね。こちらに関しては単純に回復の回数が増えるっていうのが嬉しいところですが、デバフの回数が増えるわけではありません。ただこれがあることによって SP 管理性能がかなりアップしますので、嬉しいポイントかなと思います。続いて2突です。2突に関しては戦闘不能状態にならず2回復帰ができるっていうものです。しかもこれ戦闘中2回っていうのがでかいんですよね。こちらのポイントとしては2回まで蘇生ができるため、万が一の状況でも立て直しがしやすくなるっていうのが嬉しいポイントです。緊急回復がない分、こちらは嬉しいところですね。続いて4突です。4突に関しては味方の治癒を行った時にその HP が少ないほど治癒量がアップするっていうものです。これに関しては戦闘スキルやテンプでも発動するということですね。こちらの1つのポイントとしては、危険な状態を出しやすくなるだけじゃなく、必殺技による回復も味方の HP 次第では回復量がアップするってとこです。 HP 50% 以下の味方がいるときに必殺技を発動すると回復をしますが、これがさらに伸びる可能性があるっていうことですね。より生存力が上がります。続いて6突ですが、味方の治癒を行ったときに余ダメがアップするというものです。これに関しては火力貢献がさらにできるってとこですね。まあ、回復スキルに関しては常に行うっていうのがありますので、味方の火力を単純に伸ばしてくれます。特に回復の方に関しては拡散となっていますので、アタッカーをなるべく真ん中に集めるようにしておくといいかと思います。1突については1突から6突までそれぞれ回復に特化した効果となっていますが、一番は1突かなと思いますね。1突するだけで SP の管理が非常にしやすくなるっていうのは嬉しいポイントかと思います。続いてポポの抗炎水と異物について話していきたいと思います。ポポのおすすめ抗炎水としては、まずはモチーフですね。球根の夜です。こちらは自身の EP 回復効率が伸び、必殺技の回転率がアップします。また治癒を行った時に対象の攻撃力がアップするのも嬉しいところですね。続いて星4の抗炎水としては同じ気持ちがいいと思います。
通量がアップし回復力が増すっていうのが嬉しいポイントです。またスキル発動により EP が追加で回復するのもいいところですね。2ターンに1回スキルを発動しますので必殺技の回転率が上がりやすくなります。その他のおすすめ公演水としては正直どれも変わらないですね。もし上げるのであれば HP がアップする公演水を装備しておくといいかと思います。続いて異物とオーナメントについてです。異物に関しては破却とメッセンジャーの組み合わせですね。速度と回復量はヒーローにとって重要なのでセット効果でしっかり稼ぎたいっていうのがあります。4セットにするよりかはこちらの2セットずつの方が効果が高いと思います。続いてオーナメントに関してですが、お犬物の選手がいいかと思います。こちらを選ぶ理由としては回復量が HP 依存になっているためセット効果と相性がいいからです。なるべくここは HP を大量に上げて回復量を増やしたいというのがありますので、お犬物の選手は相性がいいかと思います。それではメインステータスについてです。胴体は治癒量、靴は速度、弾は HP、縄は EP 回復効率がおすすめです。サブステータスの優先度に関しては速度、HP、効果抵抗、防御となります。続いてはエンドコンテンツのためのステータスというところです。クリアに必要なステータスというところですね。まず HP に関しては6000以上を目指すといいかと思います。ほぼ自身の耐久面がある程度確保できますし、回復面も確保ができます。続いて防御力ですが1000以上はあるといいかなと思います。今回1100としてますが1000以上を目指すとまずはいいかなと思います。速度に関しては134か143ですね。よくある速度の方です。アタッカーに合わせて揃えるっていう感じですね。で最後 EP 効率ですが 19.44 となってます。これに関しては縄を EP 回復にすれば達成できますので、こちらは必ず装備するようにしましょう。回復量に関しては HP を参照しているので HP を高くしておくのがベストです。防御面も上げておくと自身の耐久値もさらにアップできますので、この2つは大事なポイントとなります。ここに関しては火力を出すキャラではないですからね、サポートに振っていいかと思います。続いてはエンドコンテンツの使用感についてです。サポーターというところですが、どういった使い道ができるのか、どういった感じだったのかというのを話していきたいと思います。まず1つ目、正直なところここに関してはどれでも活躍ができるというのがポイントです。ここに関しては耐久枠として回復とデバフができつつ、さらにリジェネ回復で味方の生存維持できるので、どれも扱いやすいキャラとなってます。とりあえず入れておけば耐久面においては問題なく、あとアタッカーの頑張り次第となりますので、意外と活躍の幅は広かったですね。どれに入れても扱いやすいと思います。続いて2つ目、バッファーと組み合わせるとさらに強くなるというところです。星雲やロビン、花火といったバッファーと組み合わせるとアタッカー単体でも火力を上げることは可能だったりします。これはホホがいることで耐久面のカバーができるからですね。バッファーと単純に組み合わせるだけでもかなり強いかなと思いますので、ホホの適性を考えると耐久面とバフの底上げができるのは嬉しいポイントかと思います。ホホのエンドコンテンツの使用感としては耐久枠としてどの編成でも合わせれるというのが強みです。理想の編成っていうのはもちろん各キャラありますが、耐久枠が足りない場合などは代打として使えるのも嬉しいポイントですね。使ってもそこまで差はないなと思います。特にデバフ持ちの敵ならより活躍ができるので、厄介な敵に合わせて使っていくっていうのも切り替えとしてはいい方法かなと思います。ちょっと効果抵抗低いから耐えれないなっていう時にポコを採用するだけで味方の動きが止まるってことは減りますからね。そういったところが強いと思います。続いてパーティーの紹介です。パーティーについては主に6つですね。まず持続ダメージ編成です。こちら一番有名なやつですね。カフカ、ブラックスワン、ルワン、ココとなります。攻撃力バフが持続ダメにアップで貢献できるのが嬉しいポイントです。続いて読み持続編成ですね。読み、カフカ、ブラックスワン、ココとなります。読みに対しては EP の恩恵っていうのはありませんが、全員の火力を伸ばすことは可能となっています。さらに EP 回復でカフカとブラックスワンが動きやすくなりますので、読みの必殺技を回しやすくなるというのも嬉しいポイントですね。あとは全員アタッカーなのでリジェネとの相性も非常にいいです。続いてケイリュウの編成です。ケイリュウの必殺技回数アップに貢献できるのが嬉しいポイントです。またブローネやルワンの EP 回復にも貢献ができます。ケイリュウの編成に関しては自傷ダメージがありますので、そういった意味では個々のリジェネ効果と相性が良くなっています。続いて、陰月の編成です。陰月、花火、天運、ホホとなります。とりあえず、陰月をキャリーしまくる編成というところです。ただ、こちらに関しては、必殺技の回転率が天運とホホでアップしますので、結構回しやすい編成となってます。攻撃力バフで底上げできるのも嬉しいポイントとなってますね。続いて、フラトパ編成です。
クラーラ、トパーズ、ロビン、ココとなります。まあ、EP 回復効率アップでクラーラのカウンターを強化できるっていうのが嬉しいところです。ロビンと合わせて火力を大幅強化できるのも嬉しいところですね。またカウンターに関しては追加攻撃となってますので、カブの行動回数がアップして意外と相乗効果の高い編成となっています。そして最後ダブルカウンター編成ですね。ロビン、ウンリ、クラーラ、ホホとなります。並び順はこれがいいかなと思いますね。まあ、ロビンと2人で攻撃力バフができるのはもちろん強いっていうのがあるんですが、必殺技の回転と回復の効率が相性良くなってます。ダメージを常に受けて動く編成となりますので、回復面のカバーができるこの編成においてはかなり強いかなと思います。またヘイトが中央に寄りやすいっていうのがありますので、意外とサポーターが被弾しづらいっていうのは嬉しいところとなります。それではフォフォのガチャについて話していきたいと思います。バージョン 2.4 の環境から見たフォフォについてというところです。まずガチャですね。耐久枠がいないなら引くのもありっていうところです。フォフォに関してですが、どの編成でも使えたりするので、耐久枠が足りないのであれば引くのはおすすめというところですね。特に羅刹を所持していない場合は羅刹の代替として活躍はできます。またアベンチュリンや復元を持っている場合ですが、フォフォとこの2人はデバフ抵抗や役割の違いっていうのがあります。アベンチュリンや復元に関しては効果抵抗を上げてデバフに対応ができるっていうのはあるんですけど、 100% ではないんですね。もちろん復元に関しては 100% なところはあるんですが、1回限りとなっており、フォフォと比べるとデバフ抵抗に完璧に強いかって言われるとそうでもないところになります。なんですがフォフォの場合はデバフを仮に受けたとしても回復ができるっていうのがありますので、万が一デバフを受けたとしても立て直しがしやすいっていうのが特徴になりますね。これは相手によっては、フォフォの方が有利に働くっていう面になります。まあ、編成のね、適正とかが違うっていうのはもちろんあるんですが、フォフォを獲得しているとデバフ抵抗力がアップしていきますので、そういった面ではいいのかなと思います。個人的にはかなりおすすめなキャラですね。続いて、現環境から見ての判断もしていきたいと思います。デバフ持ちには徹底的に使えるので、個人的にはありっていうところですね。フォフォに関してはデバフ解除に特化しているため、味方がデバフを受けてもどうにかできるっていうのが強みです。しかも今後のデバフの種類は増える可能性っていうのはありますからね。その対応力を考えると現在でも活躍できるキャラだと思います。正直デバフに関してはフォフォが一番安心感がありますからね。使ってて現環境でも問題なく使えるなと思ってます。それでは最後ガチャの優先度についてです。これに関しては個人的な意見となります。優先度としては復刻枠、新規合わせて一番高いと思ってます。あくまで個人的な意見というところですが、フォフォは回復の提供力などを考えると必ず持っておきたいキャラと言えます。特に持続編成を組んでいたりすると欲しいキャラですね。それに加え、バフの性能もそれなりに高いっていうのも魅力的なところです。アタッカーの性能を伸ばしながら耐久面を維持できるキャラとしては、バージョン 2.4 においても優先度は一番高いと思ってます。正直持ってないなら持ってると安心感は高いキャラだなと思ってますね。ただ編成の紹介をしましたが、こちらのメインアタッカーを持ってるかどうかで必要性が変わってくるところはもちろんあります。ですがそれを置いてもフォフォに関してはガチャを引く価値はあるのかなと思ってますので、個人的にはおすすめしたいキャラとなっています。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。